影響力があるからとか配信者だからとかマジクソどうでもいいよマジで。リドルは何言っても大丈夫だよ。関さんとかね、俺とかはね、顔を出して戦ってるからね、ずるいよ。なんでこっちが殴られ続けなあかんねん、カス。まあでもわかるわ。なんかこうやってもうなんかガチャガチャ言ってくるやつさ、目の前に一瞬でワープしたいわ。ポーンって。おい、同じこと言えんのかって目の前で言いたいよな。おい、こらっつって。ネットっていう絶対に目の前にワープできないところから言ってるからな。舐めてんだよ、こいつは。いや、マジで思う。本当にそれは思う。マジクソ舐めてるやつの目の前でワープして同じこと言えるやつがいたら大したもんだよ。マジで。どうせ日和るから目の前に出てきても。ネットだからでかくなっていってんだよな、発言が。まあでもいいでしょ。俺は全然もう、どんどん言い返してほしいって思うわ。なんか影響力があるからとか、配信者だからとか、マジクソどうでもいいよ、マジで。リドルは何言っても大丈夫だよ。せっ！炎上するかな。まあでも、母数が多くなれば多くなるほどアンチっているよな。絶対。アンチっていうか、まあ、妬みだけどな、基本。全部。妬んで、ツイッターの文でしか反抗できないから、そこにやるからな。それ以外は何にもできないからね。そういうやつら。それ以外は何もできないから。どうせ捨てアカだし。だからまあ、おもろいよね。妬んで気になって許せないから意地悪をする。まあ、愛なんだよね。ほぼ好きなんだろうな。マジで。そういうやつは。ほんわかも捨てアカ。そうでしょう。関さんとかね、俺とかはね、もう顔を出して戦ってるからね。ずるいよ。顔を出して戦ってる人たちにああだこうだ言ってくんなよ。顔も出してねえやつが、ほんとに。配信を趣味としてやってる人と仕事としてやってる人の見分けをリスナーが間違えてこうなる。まあ、リスナーでもないけどな。そんなやつらは。文句たらたら言ってくるやつは。別、好きだったらその人が何しても俺好きだもん。なんかね、ぬるい。みんなの好きって。なんかちょっとなんかしたら嫌いになりましたみたいなのいるじゃん。いやマジその程度なのかやって思うもん。俺本当に俺その配信者が好きだったらその人が何しても嫌いにならんしな。言ってやればいいんだよ。法律で裁けんのかカスって。俺よく言うもん。まあ別これしたところで俺法律で裁かれねえしなっていうのが LINE。みんなと一緒の LINE。黙っていなくなる。いや思うよマジで。黙っていなくなれって。黙っていなくなれないメンヘラが多すぎる。この世界は男も女も。でもお金は好きでしょ。大好き。僕はお金が大好き。捨て台詞的なのもキモすぎる。まあでも捨て台詞やってるやつはルーザーだからな。俺捨て台詞やられたら、あ、もうこいつは負けたな。負けを認めたんだなって思うもん。お前ら捨て台詞なんて吐くなよ。あれ、自分は負けました。さようならの略だからな、あれは。クソだせ。ネットなんてそんなやつのばっかだよ。みんな現実世界で闇を抱えたやつがネットの匿名を利用して発散してんだから。付き合ってやる必要はないからな。海外とか金持ちセレブ相手には何言ってもいいって風潮あるね。まあでも俺だったら嫌だけどな。だってさ、めっちゃ文句言ってさ、そいつらはさ、自分よりいいところに住んで自分よりいいもの食ってんだぜ。すげえ惨めじゃない？そんな奴らに文句言ってる自分って思うと。客観的に見れない人がやるんだよね。俺惨めすぎてできないわ、そういうこと。何もかも劣ってるのに自分より優れてる人に対して文句言うのってすげえなんか俺惨めになるわ、俺だったら。でもそれを恥ずかしくもなくやる人がいるからすごいわ。それを恥ずかしいって思える人間になるところからじゃない？人の歩みっていうものは人間的に成長するっていうのはそっからなんじゃない？普段コメントあんましないからアンチコメなんてしたことない。まあそれでいいと思う。てかそれが普通だよ。アンチコメントしてるやつなんていたんだよ。俺がもし金持ちセレブ超有名人でああだこうだ言ってきたら、まあ俺の方が運良かったからな。受け入れる受け入れる。それも強者の務め。なんだいって言う。でクソ惨めにさせる、言ってきてるやつらを。それでなんか性格がどうこうって言うやつも俺嫌いだわ。意味がわからん。なんでこっちが殴られ続けなあかんねん。カスシャンクスだったら殺されとるぞっていつも思うもん。脅しの道具じゃねえんだよ。ツイッターはな、X は。訴えるのはいつもこっち側だし。訴えて分からせりゃいいね。そういうやつは。どんな些細なことでも訴えればだるいからな。お前らは捨てアカでだるいことしてくるけど、こっちは金使ってマジでだるくできるからな。ほんの些細なことでも弁護士に言って訴えましょうっつって。出頭命令じゃないけど、なんだ、裁判所に出てこいみたいなのやってマジで嫌がらせできるからな。バカで無知で何コメントしたらアンチになるか分からないけど、それでもいいですか。ちょ、練習してみる？じゃあ、一回。一旦練習してみていいよ。ちょ、コメントしてみ。アンチかどうか俺が判断するから。一回みんな、デブ、あ、アンチコメントです。訴えます。デブ、あ、訴えます。あなたも。デブ漏らし、あ、訴えます。ケン君、大丈夫。おいでも、あ、訴えます。頑張れー、大丈夫。童貞クセネタ、あ、訴えます。うんこやる、あ、訴えます。おい、童貞、あ、訴えます。もう全力で訴え、お前だけは、もう、地獄の底まで訴えます。椅子がかわいそう、訴えます。おにぎり野郎、大丈夫。カルパス食え、殺人罪。ファイター下手くそ、訴えます。単勝方形皮かぶり、殺す。唐揚げお兄さん、許す。ガリガリイケメンがふざけんな。ガリガリイケメン総裁ふざけんな、訴えます。
カルパスは殺人罪だよ普通に。どうすんの、それで俺が本当にカルパ作ってパーンって爆発したら、お前ら強要罪だぞ、そう強要罪、強要罪で訴えるからな。ってやつがいるかもしれないからね、みんな LINE なんて。正直え、こんだけで怒るのっていうのはお門違いだからね、みんな。そんだけで怒る人に怒ることを言っただけだからね。俺あれ大嫌いなんだよマジで。そんなこと言ったらな、思いっきり顔面バーンって殴ってさ、え、こんだけで怒んの、えって俺言いに行くもん。それだったら意味がわからないよな、なんでこっちのやられた側がこれで怒んのってドン引きされんのっていつも思うもん。意味がわからん、こっちの振ってんなんてこっち次第だろ。世の中にはデブって言って切れないやつもいれば、デブって言われてブチ切れるやつもいる。 LINE を考えろみんな。でも普通に生きてたら LINE は見極められる、 LINE を見極められないバカがいるせいで俺らも怒らなあかんねん。で一番キモいのが LINE 超えてる俺かっけえって思ってるやつな。もうそもそももうチャットでそんなことを生きって言ってる時点でカッコ悪いってことに気づいてないのがキモいわ。ハリケンさんが見て一番嫌なコメントはなんだろう、俺が見て一番嫌いなコメントあんまないかもな。ゆうふなの方がムッキー、ムッキー、一番ムカつく。二度と言うんじゃねえぞ、ゆうふなが正しいって。振ってんこんなもんになる、俺も振ってこんなもん。ゆうふなの方が正しいってなったら、なんか酔っ払ったね。いや今のムッキーで顔が赤くなった、あやばい、クラクラしてる。